皆さん、はじめまして、鈴木彩香と申します。この度は、このような素敵な大会の決勝大会で、皆さんに私の思いをお話しできることをとっても嬉しく思います。えー、っと、少しだけ緊張しているんですけど、精一杯私の思いを皆さんにお届けするので、楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日はせっかく,せっかくの機会なので、少しだけ自己紹介させていただきます。はい、改めまして、こんにちは。 鈴木彩香です。私は現在大学4年生で英語と教育について学んでいます。趣味はアンパンマンと海外旅行です。コロナ,コロナ前は長期休みのたびに海外に旅行とかボランティアとして訪れていました。その体験をもとに今日はアイディアを考えました。私の特技はピアノです。ピアノで周りの人を笑顔にするのがとても好きです。 その私は夢があります。それは世界中の子供たちを笑顔にすることです。今まで海外を訪れた時に日本とはもう全く違う状況に、全く世界違う世界があることを知って衝撃を受けました。そこで出会った子供たちの力になりたい。また自分にできることは何だろうっていう考え、何だろうというふうに思うようになりました。 そこでいろいろ自分で勉強して、中東を支援する NPO での活動をしたりとか、ちょっとだけ現地に人と関わるようになって、さらに彼らと一緒に世界を良くしたい。私の思いを届けたい。そんな思いで今回ミライドラフトに応募させていただきました。では、ここから私が考えたプロジェクトについてお話しさせていただきます。私のプロジェクト名は、 君と好きな人が100年続きますようにプロジェクトです。この名前にした理由も後ほど詳しくお話ししたいと思います。では次にプロジェクトの概要について説明させていただきます。このプロジェクトはシリア人の生徒とヨルダン人の生徒が一緒にお花を植えて育てるというアイディアです。種を収穫してその下の学年の子たちに引き継ぐというサイクルを作りたいと思っています。 お花を一緒に育てることで、普段別々に授業を受けているシリア人とヨルダン人の生徒たちが、えっと、お互いのことを分かって、えっと、知り合える、そんな企画になると思い考えました。具体的には、プランターなどを学校の、えっと、玄関など、毎日投稿登校すると、お花が目に入るところに設置したいと思っています。そして、グループで1週間ごとなどで当番を交代して、みんながお花の お花に関われるようにしていきたいなというふうに思っています。そこで実際に育てるお花はジャスミンです。ジャスミンを選んだ理由としては、中東を代表するお花で、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、栽培難易度がそこまで高くなくて、子供たちなど初心者でも育てやすいというところと、香りがとってもいいので、 え、子供たちが大人になった時に思い出せるかなと思いました。また、ジャスミンの花言葉がニュということで、今回の未来ドラフトのテーマにぴったりかなというふうに考えました。なぜお花を育てるかというと、私はお花は見る人やお世話をする人の心を丸くすると感じているからです。なので、お花を 現地で育てることの意味としては、現地の子供たちにとって感謝する気持ちを育むということにつながると思っています。戦争や政府、また大人の都合などで不便が多い中で暮らす子供たちですが、お花という生命が生命に触れる中で大切なもの、愛おしいものというのを、というものを育てるということを大事にしていきたいなというふうに思っています。そして、 お花だったりとか植物などが人に与えてくれるものの大きさを感じて、えっ、ー、と、周りに感謝する気持ちにつながると思っています。そして、お互いを憎しみ合う関係ではなくて、感謝し合える関係につながることができると思っています。はい。私はこのアイディアで目指す効果が2つあります。1つ目は、一緒にお花の水,水やりなどを通して、対話が 生まれることです。相手がどんな人で、どんなことが好きか、どんな悩みや不安があるのか、将来どんなことをしたいのかなどを話して、相手への理解を深められればなと思っています。そして、子どもたちが家庭に帰った時にお花を飾ったりとか、両親に学校であったことを話したり、えー、子どもたちだけじゃなくて、大人もお互いのことを理解するきっかけになればいいなと思っています。 これは私の小学校での経験なんですけど、朝顔を一緒に育てて、育てようというああの授業があったんですけど、私はその、あんまり当時、仲良くなかった子と一緒にお言葉になったんですけど、お花を一緒にお世話することを通して、その、お互い好きな趣味だったりとか、もう学校での愚痴とか悩みを話しているうちに、あ、この子ってこんな子だったんだなとか、こんな一面があるんだなっていうことを、 気づきました。なので、こんな風にお花を育てることで、対話が生まれて、お互いのことを知るきっかけになればいいなという風に思っています。二つ目は、地球や世界について考えるきっかけになることです。将来を担って未来を作っていくのは子供たちです。なので、自分の身の回りだけではなくて、地球全体として大きい規模で世界を捉えて、どんな未来を作りたいか、 どんな社会を生きたいか、そのことを一緒に考えられればなと思っています。はい。そして、例えばですが、次のような会話が生まれたらいいなというふうに思っています。会話を通して、ジャスミンがシリア人とヨルダン人をつなぐ架け橋になることを私は期待しています。そして、子供たちが大きくなって、将来どこにいてもジャスミンを見かけたら、相手のことを 思い浮かべられるような、そんな象徴になればいいなと思っています。この、えっと、アイディアに必要なものとしては、以下のものを考えています。グループにつき、下記のセットをワンセット配布して育てていきます。予算としては、一グループにつき、約2100円ほどで考えています。そして、まあ、できるだけ、あの、オフラインで実施したいのですが、 オンラインでの実施の場合は、次のように考えています。まずオンラインと実、オンラインでの実施となった場合は、えっ、ー、と、オンラインで、Zoom などで生徒たちをつなぎます。そこで、各家庭に栽培キットを配布して、その観察をオンラインで行います。そして、観察が終わった後は、毎回テーマを決めて、それについてお話しできればいいなと思っています。オンラインのメリットとしては、 生徒の家族も一緒にお花を育てることができたり、他の人と会話がすることで、生徒だけじゃなくて、その家族もお互いのことを知るきっかけになるかと思っています。はい。ではここから私がこのアイディアに込めた思いをお話しさせていただきます。このアイディアは、えっと、人と洋さんの花水木を聞いた時に思いつきました。歌詞の 君と好きな人が100年続きますようにという部分がもうずっと心の中に入ってきました。そこで相手を恨んだり憎んだりするんではなくて相手の未来や幸せを願うそんな関係になったら世界はもっともっといい方向にあったかくなるんじゃないかなと思いました。そんな世界の実現に向けて今回のアイディアを考えました。 また、花水木の花言葉は、永続性、耐久性、また逆境にも耐える愛だそうです。この花言葉のように、一度だけじゃなくて、ずっと人々の、人々から愛され続けて、現地の人の心を温かくできるようなプロジェクトになればいいなという願いを込めました。とこのアイディアをグランプリを取って実現されたら、 今回は渡航することはできないんですけど、いつか現地に行って子どもたちと一緒にお花を植えて将来の夢だったりとか好きなことだったりとかいろんなお話をしてみたいなというふうに思っています。これで私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。